ロベルト・レガッツィ、工房にて、ロベルト・レガッツィは、イタリアの弦楽器製作者。オテッロ・ビニャーミから工芸を伝授された職人で、レガッツィは、イタリア北西部のボローニャを拠点に活動している。デビューは、青年期からで1970年代に、アラン・ウィルコックスとレナト・スクローラ・ベッザンの指導のもとに、楽器、特に、クラシックギターの製作に情熱を注ぎ込んだ。 その後、オテッロ・ビニャーミの家庭の生徒になることをきっかけに、ボローニア大学の物理学の研究をやめ、プロのバイオリン製作者になると決心した。いついつ彼の高品質の楽器が世界的に評価され、ヨーロッパのバイオリン協会という未製作者や多くの専門組織の会長を務めた。彼のバイオリンはイタリアらしい音色であり、他国でも人気を博している。 西暦2000年になる直前に、彼の作品は、グアルニエリ・デルジェズからインスピレーションを受け始めた。その結果、豊かで完璧な音の響きを実現した。レガッツの楽器は、ジュゼッペ・フィオリーニ、アンサルド・ポッジとアウグスト・ポラストリからインスピレーションを受けている。2006年、彼の業績で、ボローニャの商工会議所から名誉を受ける。2018年、 工芸活動のために、グラミー賞のような名誉をもらって、彼が、フォンダチオーネ・コローニの芸術と工芸のマスターの、ゴールデンブックに選出された。多くの演奏者と音楽家は、彼の楽器を購入している。代表的な購入者は、ボリス・ベルキン、フランコ・メッセナ、アンネ・ゾフィー・ムター、ルッジェイ・ロリッチ、サルバトー・レ・グレコ、ジョバン・ニ・アダモ、ウー・ト・ウギ、フランコ・グリ。 アナスタシア・ペトリシャク、ソニア・スラニー、リッカルド・ブレンゴーラ、ベネツィアのカルテット、ピーター・フィッシャー、などである。様々なフォメーションのコンサートの多くの録音は、レガッツィで制作された尊い弦楽器で作られた。2001年、レガッツィで制作したバイオリンの二丁を持った有名な、ルッジェ・ロリッチは、彼の現代の最良の弦楽器制作について、音楽作品に参加するように、 レガッチや他の弦楽器制作者を選んだ。その音楽作品は、クレモナの遺産といって、ダイナミックの CDS373 で出された。レガッチ図書館は、尊い本をはじめ記事や楽器について資料があり、世界でその種類の中でユニックな図書館集とみなされる。ロベルト・レガッチのビオラカレは、 ペンシルベニア州カーライルで開催された第10回、アメリカバイオリン協会国際コンクール、フライブルクバーデンビュルテンベルク国際人、ガイゲンバウエットベベルブやコプシュタイナー、第5回バベノバイオリン制作コンクール、ピゾーニエのサンタマリアデッラネーブでの第2回コンコース、世界で最も古いイベントで、第10回と第14回、 ヘンリフ・ビエニアフスキーのバイオリン制作コンクールなど、現楽器製作者のための数々のコンテストの審査員を務めてきました。1970年代から1980年代の終わりまで、彼はクラシックコンサートクギターをいくつか制作した。その楽器は厳選された最高の品質のブラジリアンローズウッドと非常に特別なウエスタンレッドシダーとイタリア、または アメリカの頭皮で作った。彼が今日に至るまで制作した楽器にはすべて鉄のラベルが付けられ、ブランド化されている。彼は本も出版するだけでなく、世界中で講演し彼の工芸と職業に関する文化的なイベントを組織した。レガッツィは2010年のボローニャ・上海国際博覧会で伝統楽器制作の公式の推薦として、 最初のボローニャの弦楽器製作者に選ばれた。同時期に彼はウィーハングという楽器を作り出し発展した。ウィーハングは特別に改造されたシンセサイザーと決するために赤外線技術を使用するハンドパンの一種である。弦楽器に関して出版された最も広範な参考文献。ありがとうございます。